皆さんこんにちは。こんにちは。本日も入木優作さんにお越しいただいております、はい、よろしくお願いします。お願いします。早速なのですが、 TL の先輩宮本さんから入木さんにメッセージが届いておりますので、はい、ご覧ください、はい、どうぞ。優作、いつも連絡いただいてありがとうございます。オリックスが連覇したということで、少なからずとも優作の力もあったんじゃないかななんて思ってるんですが、いつも謙虚な優作なので、これを見ながら、そんなそんなって言ってるんでしょうけど本当に、思いもよらぬオリックスから声をかけてもらって、自分の中で勝負をするというところでオリックスに飛び込んで、結果もねそれなりに出たりとか、いつも一緒に勉強させてもらってますって言ってますけど、そういうこうキャリアを積んでですね、やっていって、もう懐かしいですよ、バスのね、高校3年俺が3年の時にこの辺で泣いてましたよ。で気づいたら寝てましたよ、ね、そんな優作が、プロのコーチとしてやってるわけですから、本当にコーチはね、もう今の時代ちょっと指導者は難しいですけども、いろいろ勉強しながら頑張ってください。はい、ありがとうございます。エリオタダさん、なお椅子姿勢のいい入木さん、なお椅子姿勢がピリッていやいやいや、はい、ありがたいですね。いや、VTR にもありましたが、先輩の肩で寝るということはあってはならないことなんですか？状況がですね、はい、試合で移動する時のバスとかで、はい、その当時は1年生だったので、はい、まず何だろうな、背もたれにこう持たれちゃいけないっていうことと、当然寝ることもいけないんですけど、はい寝ちゃったんですよね。しかも宮本さんの肩にこうってあとすいません、やっぱ背もたれに持ってかっちゃいけないですか、1年は。いや絶対ダメなんですよ、もう事件なんで。背もたれ持たれて事件なんですね。事件です。だから今僕が宮本さんに話聞いてる時にこうなるじゃないですか、はい、この状態でずっとバス乗っとかなくちゃいけない。そうね、厳しい。ちょっとね、遠征とかあるじゃないですか、 PL とかで。例えば、はいはい、長時間の時もあったりするんですよね、多分2時間ぐらい乗る時もあったりするんですかね、片道、はいはい、背もたれついちゃいけないんですか、この状態ですね。試合前も例えば先発されるっていう時でも別にしてもいやーきつい。でその当時はやっぱり野球の厳しい学校っていうのは、はい、そういったこう何て言うんですかね、しつけというか。いや多分日本一厳しい学校だと思いますけど、ね、どこもないと思いますけど、そこまでのことは。よそのこと気にする余裕はなかったんですけど、ただ私はもう PL に飛び込んで、はい、そういった中でやっていこうというようになったので、はい、宮本さんっていうすごい人に会えて、すごかったです。ご覧、宮本さんのことはご存知だったんですか、入学すると前から。宮本さんが2年生の時に、はい、夏の甲子園で、出られたの、僕は中学校3年の時にテレビで見てましたから、ね、はい、この人は一緒にやる人なんだって思って、はい、やっぱりドキドキしますよね。で、初めて宮本さんをその球場で見て、ノックを受けてる姿を見た時に、はい、やっぱりすごいなと思ったんですよ。すごいなと思いました。僕田舎宮崎県の都の城だったんで、はい、もう自分が王様でやってるじゃないですか。そうですよね。あの甲子園で見てたあの宮本さんがサード守ってたんですよ、その時に。それでこうパッとチャンスを与えられて、パッとこなす宮本さんが、その本物を僕は PL のグラウンドで初めてショートされてたんですよね。その時にタタタタってこう全身のランニングスローみたいなのを宮本さんがピャンってされたんですよ。かっこいいなぁと思ったんですよ。うわ、すげえと思ったのが一番最初です。PL で、こうやって、2年生から出るような人たちっていうのは、こんなにうまいんだっていうのは、なんか、そんな風に思った記憶が。PL 学園に入学される経緯をお伺いしてもよろしいですか？経緯はですね、はい、私の兄が、その当時、三菱自動車水島。岡山にある、社会人野球チームなんですけど、僕はそこに中学校3年の時に
遊びに行ったんですよ、宮崎から電車で行って。電車、はい、電車で1週間ぐらい、うん、それが楽しみでね、当然兄貴の1週間ぐらい兄貴の部屋に、その三菱自動車の、寮、独身寮に兄貴の部屋に泊めてもらったんですよ、1週間。お前野球やってんやったらお前も一緒に練習せえということで、一緒に練習することになったんですよ、その三菱自動車水島の社会人野球チームで。なんでかって言ったら、そこに監督が PL 学園出身の人だったんですよ。 PL 学園出身の監督、はい、で他にも PL 学園の卒業生が何人いたのかな、 3人か4人ぐらいいたんですよ、はい、おそらくその PL からその三菱水島に行くルートがあったんでしょうね。で当然そこで練習します。なお前どこ守ってんのと、ピッチャーですと、お前ちょっとピッチングしてみろと、はい、でピッチングをしたんですよ、はい、そしたら僕はただわけわからんですよね、無心でやったらちょっとなんかちょっとなんかざわついたんですよ。ちょっと一個伺っていいですか、中学軟式、軟式です。で水島は公式なんで初めて硬球握るからむちゃくちゃ楽しいじゃないですか。やっていいんだよ、初めて硬式に握ったら投げらんないですよ。いやなんかそのなんていうんですか、すごいちょっと自分すごくなった気持ちになるんですよ。まあなりますよね、初めて硬式された時、硬球ってこんな感じなんだ、はい、みたいな、すげえっつって投げたらちょっとざわついたんですよ。で同じその社会人のその時の選手の人たちも一緒にピッチングをしたので、あなんか俺っていけてんのかなってちょっと思ったんですよ。周りがざわついたんで。で、試合をしようとなったんですよ。はい、その違う日に。紅白戦やるぞと、はい。お前投げれるかって言われたんですよ。はい、投げたいですってなるじゃないですか、はい。でも怖いじゃないですか。なんか軟式と全然違うじゃないですか。パチーンってなんか打球がすごいじゃないですか。すごいし金属だし。パチーンって打ってるんですよ。でも僕は怖いんですよ。怖いんだけど、ワクワク感もあるじゃないですか。1イニング投げたんですよ。一イニング抑えたんですよ。一イニングであって言われたんですよ。でね、僕ね、一個三振取ったんですよ。真ん中高めかなんかで。そこはちょっとどなただったか忘れたんですけど、それで、その時にちょうど辰巳さんとか、春夏連覇した時が、だったんで、それが私の中3の夏。これ PL、ちょっと連絡しろってなったんですよ。なったんですよ。そこで。で、PL 連絡するってなって、すぐ来ましたね。なんかその当時の PL のスカウトの方が。ほんで、ピッチングしろってなって、ピッチングしたわけですよ。だからなんか知らんすけど調子良かったんですよ、とにかく。で、PL のセレクションを受けるぞってなって、その夏休みなんで、9月に PL のセレクションを受けに行ったという。200人か400人かおったんですよ。すごい数で、すごい数で。やっぱりすごかったですよ。あ、受けてるメンツもやっぱみんな。メンツもやっぱ、全国からこうやってすごい奴らが集まると、こんなにすごい奴らが同じ中学校でいるんだっていうのを初めて知るんですよ。自分田舎におったら僕一人ず抜けてたんで。そうっすよね。あ、すごいのっているんだなって。いや、でも向こうも思ってると。思ってるんですよ。なんだこの、思ってるんですけど、この男はって。思ってるんですけど、自分は分かんないですから。中学校の時に、はい、全然話それますけど、なんかそういう芸能人になりたくて。なんか野球選手の以外にも芸能人になりたいって言ったんですか。中学校の時に、はい、芸能人になりたいなんか思ったんですよ。はい。で、福岡までなんかオーディションを受けに行った記憶があるんですよ。中何の時ですか、中3ですか、野球終わった後ですか。よくそんな野球うまかったのに芸能人になりたいと思いましたね。いやでもなんかやっぱダメだったですね。いや、その審査した人が正しいね、野球界に来てくださった方が良かったので。そういった部分では叶えてなかった。PL 入れる人が芸能界入っちゃダメですよ。いや漠然とですけど、金八先生とか、ああ公約漠然とですけど、学生側でいていいなと。太陽に吠えろとか、漠然とですけど、西部警察とか、ああいうかっこいいなんか人に憧れて、だから僕はだからそれ学校行って同じことやるじゃないですか、はい、お前打たれる役の。あ、やってたんですね。やってたんですね。もうやってましたから。金八っていうのが一番リアルで面白くないですか。生徒役で出ようとされてるのが、先生よおめえよみたいなことやってたわけですよ。加藤勝る。なんだよおめえよみたいなことを やってたんですよ。
よかったですよ、PL 行って。だって投げてんですから、だって3年の代に対して。でも1年でエースというか夏の大会投げるってプレッシャーだった。でもね、自分では全然なんかそんなとてもじゃないですけどできるなんて思ってなかったんだけど、うん、はい、そのやっぱりその時の状況、うん、そのなんかいろんな巡り合わせで、うんうん、僕が投げるってことになりましたね。なんかそれこそ初めてピッチングした時とかに、なんかすごくざわついたりとか、だから自分では思わないんですよ、そういうの。そうなんですね。俺ってすごいんかな、どうなんかなっていうのが分からないですよ、まあ、そういった部分では結構ふわふわした感じで1年生の時は投げてました。なんかだってもう憧れて憧れて入って PL ユニオンも着ることになるわけじゃないですか、はい、もうずっと鏡の前にいましたもん、こうやって。そうですね、かっこいい PL、 かっこいい。ちょっとだって今だともちろん大阪桐蔭とかも強いですけど、当時の PL ってちょっとブランド価値がまたちょっと異次元の。かっこよかったもんそしたらだってマウンド立つはショート宮本さん守ってる。宮本さんじゃないですか、はい、かっこいいな俺、何て言うんですか、俺すげえ、宮本さんがこう近づいてくるのとかちょっとリアルじゃないですか、うわ宮本さん本物やみたいな、なんか思ってましたもん。カン、ショートゴロタン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 っていくじゃないですか、はい、宮本さんがパーンってパーンって投げるんですよ、はい、うわかっこええと思いながら見てましたもん。毎回思うんですね、毎回、まあ、自分プレイヤーじゃないですよ、もう完璧に、はいはい、もううわかっこええみたいな、すげえな、タタタパーンピューみたいな、なんかうわかっこええみたいな本当にそうやって思ってました。でもこう1年生そう試合出てるとこうなんだろう、付き人制度があるっていうふうにお伺いするじゃないですか、はい、PL って1年、はいはい、宮本さんが人生で一番嬉しかった日は2年生に上がった日って聞いたんです、はい、分かります。あ、分かるんですか。そう、分かります。ちなみに1年生で投げてると付き人やんなきゃいけないんですか。やるんですよ。だけど僕ってそういうのが全くダメなんですよ。その不真面目ではないんですよ。一生懸命やるんですけど、多分要領よくできないというか、下手を打つんですよね。なんかその例えば先輩がご飯食べるってなったら、先輩のご飯の準備しなくちゃいけないんですよ。そう、例えばじゃあたまにそういったこうとんかつが出てきたりするわけですよ。でとんかつ温めて、当然その先輩が今からじゃあ10分後に飯なとかって言われたら、かしこまりましたっつってご飯をこう、ご飯もちゃんと綺麗な食器をちゃんと探し出して、綺麗に美味しそうにふわってこうご飯をふわっとこうただ単にガンってつぐんじゃないですよ。ふわっとで味噌汁もふわって湯気立ってるみたいな、で食器もすごく綺麗なとか、お箸もちゃんとしたやつとか、とにかくもうおもてなしですよね。その準備をしなくちゃいけないんですけど、僕は容量が悪いもんだから綺麗な食器を探し出すことができないとか、だから欠けてる食器だったりとか、例えばあと食事を温めなきゃいけないんですよ、おかずを。で電子レンジにこうやって放り込んで、その間にご飯をこうやってやったりとか、味噌汁温めてとかこうやってやったら、その電子レンジに入れてたことを忘れてしまったりするんですよ。そうするとどういう状態になるか知ってます？電子レンジで入れすぎたら潰れちゃう、あのせんべいみたいな。こんなにチンってできるんですね。なんかね、そんなにチンって、今、風止まったりするからね。はい。電子レンジがね、水分が全部飛んでいくから、パンってなるんですよ。あっといった、あめっちゃ分かった。今のあーっていう流れが、レフト前にタイムリー打たれた流れが同じでしたからね。ああ、手持てるやんけって開けたらもう、なんていうんですか、もう、揚げ、なんていうんですかね、もうパリッパリになってるんですよ、とんかつが。はあ、いやハムカツみたいな、ハムカツがもっとハムカツどころじゃないですよね。めちゃくちゃやんみたいな。で食器もなんかプラスチックの食器なんで、まあ、ちょっとなんかパーンってなって、そのちょっと焦げてたりするんですよね。どうなるんだこれ。どうしよう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 って言ってる間に先輩が降りてくるじゃないですか。一休さん始まって、こんなもん食ってられんかっつって怒られるんですよ。ああ、それせんべいみたいな取れないわ。ちゃんとキープしとけこうやって、はい、つって出したんすね、まずいや出すとかどうか迷ってる時に先輩がもう降りてくるじゃないですか。10分経ってるじゃないですか。そうやって怒られたりとかね。それで済むんですか。
まだだからそれなら事件が一つずつ溜まっていくんですよ。いりきのだからそれでなんかこうなんか月に1回とか、はい、まあ、時に週に1回2回、はい、あまりにも出来が悪すぎたら下級生は集合がかかるわけですよ、はい、で教育的指導みたいなのがまあ始まっていくっていう、うん、自分が担当した先輩の身の回りの世話を全部しなくちゃいけないんだから、朝起きたら洗濯物がきれいに畳んである、あの本当にあの洋服屋さんみたいにきれいに畳めなきゃいけないんですよ。で先輩の各先輩の、身につける順番みたいなのでこう並べていってとか、ショップ店員みたいにちゃんと畳めるんですよ、こう寸分狂わず。夏の大会前もその仕事入るんですか？背番号もらっても。あります、あります。正直その1年生の時っていうのは野球どころじゃないんですよ。野球どころじゃないんですよ。ほんとその粗相をしないようにっていうだけなんですよ。他には何かこう思い覚えてるらっしゃるし、例えば先輩が、はい、例えばじゃあ毎日その練習の時に履いてるランニングシューズあるじゃないですか。 ありますね、はい、でそういうのをそのまあ次の日洗っといてくれと、うん、それ別にいいですよ洗うのは、はい、あの靴の洗う分かります、こんなたわし、あのゴシ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 とか洗うじゃないですか、はい、で綺麗にして、まあ、最後洗濯機に入れて最後まと何て言うんですか、本当に綺麗にして、うん、乾かすってなったら、はい、次の日の朝までに乾かすってなかなか乾かないですよ。乾かないですね、もう本当日に当ててもギリギリ、夜も静まって、うん、あじゃあこうじゃって自分他にもいっぱいやらなきゃいけない仕事があるので、はい、もうああでこうでって結局自分のそのじゃあ先輩の洗濯って言ったって、はい、洗濯機の数も限られてるし、うんうんうん、だから僕は要は容量悪かったんで、はい、どっちかって言ったら後の方なんですよ僕いつも、はあ、なんか容量悪かったから、とにかくだから洗濯終わるのが夜中の1時とか2時とか、うわきつい、やってどころじゃないんですけど、だからそのなるんですよ1時2時乾かしてとかなんとか、はい、で僕は先輩にそのランニングシューズ洗っといてって言われて、それをそれよかったんですよ、いい感じに順次万端で行ってて乾燥機に入れたんですよ、なぜ何落ちまったか、入れ、まあ、乾燥機でも入れたくなっちゃいますよね、うん、乾かないと思ったら、そうですよね、はい、でそれがね、あのよくコインランドリーとかにある業務用のでっかいでっかい乾燥機なんですよ、はいはいはい、それでそれをだから入れたはいいんですけど、はい、その間ってちょっと眠たいですよ、夜中ですからね、横に乾燥室ってあってその洗濯物を乾かす部屋があるんですけど、はい、そこでね、そこでこうやってねちょっとなんか3時間ぐらい寝ちゃったんですよ、はい、だけど基本業務用の乾燥機なんで、回ってんすか、ずっと回ってたんです、ずっと回ってたんです、やばだけど当然靴だけじゃなくて、はい、他のやつらの、はい、やっぱりみんな洗濯物乾かしたいからみんな入ってるわけですよ、だから最初はですねこう乾燥機って乾燥機ってこう丸く見えるでしょ、はいはい、あれがね最初ね3分の2ぐらい埋まってるんですよ、はいはいはい、だから乾かんやん逆に濡れるやんみたいな、はい、やめろやみたいな、はい、そんなことで喧嘩が始まるんですよ、そういう戦いがあるんですね、お前らでこうやって途中でパッて見たら、おお前入れた時より濡れてるやんけみたいな、わそんなことで、おお前誰やこれって同級生同士で喧嘩になるんですよ、お前とかっつって、でそんなことなんでして、お前イカゲームみたい靴入ってるやんけみたいな、いやそうですよね、いやでもそこだとすいません、みんな視聴者の方も今そこなんですよ、洋服と靴入ってるやんけ臭いね、乾かさなあかんねんとかって言いながら、みんなでわちゃわちゃでしょ、もうそこで特命の喧嘩とかなったりするんですよ、そうなんですね、まあ、なっとかなりながら、もうなとにかくその靴をとにかく乾かすと、もうしゃあないやろ、怒るやろお前ら臭いとかって言いながら、こうそんなもんないですよ、3時間ぐらい回ってて、はい、気がついた時にパッって乾燥機見たら、もうみんなないんですよ、洗濯物が、靴の中で、乾燥機の中でカラン、カラン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 で、僕の先輩のアップシューズだけが、はい、乾燥機回ってたんですよ、はい、嫌な予感したんですよ、やばいやばい、さあね、靴がね、はい、これぐらいになるやったやってもだやってもだぞ、あ子供用みたいな感じ、本当にね、えこれ本当ペットボトルぐらいになったんですよ、本当に、ほんで、はい、やってもだやってもだやってもだどうしよう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 って言ってる間に起床ですよ、起床5時55分です5時55分の起床になってしまって、で
ユニフォームは持っていきました。で、そうです。で、その朝の練習が終わって朝ごはん食べ終わった後にそっと失礼しますっつって、すいません、あの靴がこんなことしてしまってこっぴどく怒られたことが、はい、それやっぱ結構な段階でいくと結構トップレベルに、トップレベルに事件ですお前乾燥機入れって言われました。なんでこうなったんや。